仁愛なる地球の息子たち、娘たちへ。私はサナンダです。私は、今日、ここに来ることが欠かせませんでした。地球に肉体を持っていた時の私の母が述べた言葉は、あなた方のハートを愛と感動で満たしました。そしてそう、彼女は純粋な愛、純粋な感動の象徴です。ここで長く話すつもりはありませんが、この世界で作られたこの日が私によって認識されていますが、私が感謝しているということを強調したいと思います。しかし、私が感謝しているのは人々によって作られた商業主義などの過剰な部分にではありません。私が感謝しているのはポジティブな側面、つまり家の装飾や家族の結束、子供たちへの信仰に対してです。常にバランスが保たれている限り、これらはすべてポジティブな側面です。皆さんが家を飾ったり、このホリデーシーズンのために夢中になって、この惑星を美しくするのを見るのは、とても素晴らしいです。ただ、残念なことに多くの人々がこの時期の本来の意味を見失っています。彼らは見栄や優越感を示すためにこの美しい日を使っていますが、それは本来のクリスマスの精神から離れています。では、クリスマスの精神とは何でしょうか？それは、兄弟姉妹間の愛、家族間の愛、友人間の愛、そしてテーブルでの集まりです。食卓が豊かであろうとなかろうと、重要なのは、そこにある愛です。食べるものが少なくとも、ハートから私を招き、その瞬間に一緒にいるよう呼んでくれるなら、私はそこにいます。そして私は、すべての家、すべての場所に現れます。私のエネルギーはそこにあります。私はそれぞれのテーブル、それぞれの集まりを祝福します。持ち物が少ない人々には光と私の豊かさのエネルギーを与えます。どのようにしてかはよく理解できないかもしれませんが、私がそこにいて皆を養っているので、そうなるでしょう。そして、すべての人が満たされるでしょう。この日を愛の結束以外の目的で使わないでください。そして今、あなた方は結束することが重要です。この瞬間は人類にとって極めて重要な時期であり、愛が欠け、恐れと暴力が支配する時です。ですから、愛しましょう。この日にたくさんの愛を放ってください。誰に対してでも、どのような形でも、ただ愛を放ってください。あなたが光であり愛であってください。少なくともこの日には愛と光の大きなエネルギーを作り出してほしいと願っています。その強さが長続きするかどうかはあなた方次第です。ですからたくさん愛しましょう。純粋なハートでテーブルに座り、一つの思い、一つのハートで結ばれているすべての人々と共に、私はそこに同席します。招かれなくても、私はそこにいます。あなた方は愛と光をたくさん発するだけでいいのです。そうすれば、私はそこにいて、あなた方一人一人の隣にいて、私の愛とエネルギーのすべてを発します。
私はあなた方一人一人を祝福します。あなたが放つ愛の量に関係なく、私は皆を祝福します。この地球のすべての住人に、光の道を歩む人々も、そうでない人々も、私は全員を祝福します。そして、間違いなく、これは大きな変化をもたらすでしょう。これまでもそうであり、これからもそうでしょう。そして、そう思えないかもしれませんが、今、この世界は、光へと向かって進んでいます。そしてこれが私の最大の任務であり、私の最大の使命です。それはこの地球を五次元へと引き上げることです。そしてその中でハートの中に愛と光を放つ者たちと共に歩むことです。私はあなた方と共にあり、あなた方と共にここにいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。